女子ワールドカップ決勝のカードが決定、あの踏みつけ選手も戻ってくる。サッカーの女子ワールドカップは16日、準決勝が行われ、FIFA ランク10位の開催国オーストラリアが同4位の欧州王者イングランドに1対3で敗戦。この結果、決勝はスペイン対イングランドの欧州対決に決まった。スペインの戦績はこちら、FIFA ランク6位、グループステージ、2勝1敗8得点4失点、C 組2位、ベスト16、1対5、準々決勝、2対1、準決勝、2対1。イングランドの戦績はこちら、FIFA ランク4位、グループステージ、3勝8得点1失点、D 組1位、ベスト16、PK 戦4対2、準々決勝、2対1、準決勝、1対3、欧州対決の決勝となったが、どちらが勝っても初優勝。昨年の欧州選手権準々決勝ではイングランドが勝利しており、スペインのリベンジとなるか。イングランドは決勝トーナメント1回戦で踏みつけ退場となった、ジェームズが戻ってくるのが最大の朗報だろう。彼女の得点力は大きな武器になるはずだ。一方のスペインもグループリーグで日本に敗れた以外は無傷で勝ち上がってきており、チームの状態も最高潮のはずだ。果たしてワールドカップを掲げるのはどちらのチームか、最後まで熱い戦いに目が離せない。文句なしの決勝、世界最高峰の戦いだろう。なでしこを見たかったな。スペインのパスサッカーか。イングランドの強烈な攻撃陣か。熱い決勝になるだろうね。延長 PK も全然ありそう。果たして栄冠はどちらの手に。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。